F20、24P の 4K ですね。ISO 感度は PP11 なんで最低の125。シャッタースピードは50です。 F20 ぐらいじゃないと適正の範囲に入ってきません。まあ、考えによっては全部が映るんでいいかと。これでは困ることもあるので ND フィルターつけてみましょう。はい、さっきのまんま、一番ミニマムな状態ですね。F20 なので、ちょっと開けていきましょう。ミニマムでも結構、いいですね。明るくなってると思います。とりあえず4ぐらいまで。極端だけども。F4 ぐらいで、ND を回していきましょうか。ググ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 。まだ明るい。まだ明るい。さっきと同じレベルだとこのぐらいですかね。マックスいくつか忘れた。64だったかな。もっとかな。F4 で取れるのと、ボックス開放の 2.5 までしましょうか。で、やると同じレベルはこのぐらいかな。で、まだマックスまで十分あるんで、X ムラも出ずに、やっぱり F20 でヒーヒー言って取るか。ND、可変ですけどね。まあ、2.5まで、好きなところまでで抑えられるっていうのは、映像にしても写真にしても、持ってるだけで気が楽ですよね。